この時間は日立市宮田町にある日立市郷土博物館にやってきました。この博物館、東日本大震災から一部の資料室が長期間休館していたんですね。でもその長期工事もようやく終わって、なんと先月4月26日に再オープンしたんです。今日はその詳しいお話を伺っていきます。今私の隣には郷土博物館の片山俊文さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。博物館といってもいろいろあると思うんですけれども、ここはどのようなものが主に展示されているんですか？はい、日立市郷土博物館は日立市の歴史や文化、暮らしや産業に関する資料を展示しております。はい、日立市といえば、はい、桜祭りが何といっても有名ですよね。はい、そうですね。その桜祭りの風流物を飾られていましたね。あ、はい、こちらの博物館の2階のですね、常設展示室で展示をさせていただいております。はい、正面玄関を入って階段を上がって真正面の資料室になるんですが、ここではじゃあ桜祭りでこう見逃した風流物をまた見ることができるということなんですね。そうですね、本物にはさすがに迫力には欠けますが、模型も展示しておりますし、実際に使っていた人形のですね、頭の部分、重要な文化財としてあるんですけれども、そちらも展示をしております。はい、そちらの展示室は割と早い復旧ができたんですよね。そうですね、震災があった年のですね、もう9月1日から再オープンということで、そちらの展示室は始めておりました。その復旧が時間がかかったといえば、今こちらにいる資料室なんですけれども、中には油絵、日本画、あと版画が30点ほど飾られているんですが、こちらはどのようなこの絵になっているんですか？はい、こちらはですね、特別展示室ということで、今回ご案内いただく収蔵美術品展の資料を展示しているんですけれども、主に日立や茨城にゆかりがあるですね、はい、作家さんたちの美術品を展示しております。はい、たくさん30点ほど並んでこう飾ってあるんですけれども、今日は1点だけ紹介したいと思います。はい、わかりました。では一つですね、紹介させていただきます。はい、今私の後ろにあるこの版画なんですけども、こちらはどのような方が作られた版画になっているんですか？はい、こちらの版画がですね、ご存知の方いらっしゃるかと思うんですが、宗像志功の作品です。で、通常ですと版画ですと白と黒が基本なんですが、こちらはその後ろにですね、色がついた状態で、作られた作品を展示しております。とても華やかに見えますね。そうですね、こちらは特によく目を留めていただきまして、じっくり見ていっていくお客様が多いですね。はい、本当にこの再オープンということで溢れる気持ちがあると思うんですが、今のお気持ちやこれからこの博物館が日立市にとってどのようなものになっていってほしいか、改めてお聞かせください。はい、まずはですね、皆様のおかげでここまで、こぎつけることができました。まずはお礼を申し上げたいと思っています。で、ふるさと日立ということでですね、その学芸の拠点としてこれから皆様に愛されてご活用いただけるようにですね、そうした博物館でありたいと考えておりますので、ぜひ一度まずは足をお運びいただければと思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。片山さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お話は郷土博物館片山俊文さんでした。こちら博物館までのアクセスを案内します。お車でお越しの方は常磐自動車道日立中央インターから上根公園への案内が出ていますので、そちらに従っておよそ10分です。また電車でお越しの方は JR 常磐線日立駅中央口下車、駅前からバスに乗って上根公園口を降り徒歩およそ1分です。入館料は無料です。その他詳しいお問い合わせについては電話番号0294-23-3231 0294-23-3231までおかけください。この時間は日立市宮田町にある日立市郷土博物館からお伝えしました。